ネイチャーセンターは自然公園や環境保全地区に作られる教育ですとか案内のための施設なんですね。自然調査のデジタル化を Google のテクノロジーを使って今進めています。そこを訪れたことによって自然に関心を持つようになったり、自然の大切さや面白さなどに気づいていく、ここがもっと素敵で魅力的な場所になったらいいなって思ってます。ネイチャーセンターの仕事は常に新しい情報を提供することが大切です。そのためには情報の収集から始まって整理共有というところも非常に重要な役割になると思います。大抵の場合は観察したものを紙に記録していくことがこれまでのベースだったと思います。その取ったデータを上手に共有したり、あるいはそれをビジターの方に提供する形に集計していく作業はなかなかできていなかったという現状があるかなと思います。オーディケイコレクトを使うと生物の観察情報、それから写真、位置情報、それらすべてを入力できて、その情報が Google Fusion テーブルに集約され、大幅に作業を短縮できると考えています。まあ、将来的にはそれがネットワークとして意味を持ってくると思うんですね。栃木県内でもですね、いろんなところにクマが出てまして、ネイチャーセンターごとに調べていくことで、もしかしたらその共通点があるかもしれないですね。実際にその ODK コレクトを使ってそのデータを集積していけば、ね、新しい発見、さらに言えば新しい価値観かもしれませんけども、実はクマってこういう付き合い方をすれば、まあ、そんなに怖い生き物ではないのではないか、そういったことがもっと一般の方に広がるという可能性があると思ってます。ネイチャーセンターって僕はすごく僕自身が好きなんですね。地域の自然情報を集める場所でもありますので、その自然を守っていく拠点でもあります。まあ、ですのでネイチャーセンターがこれからも人々にすごく喜ばれて、たくさんのファンがそこに来てくれるような、そんな場所にどんどんなっていったら素晴らしいな、そんなふうに思っています。